方針。旭日起応援は問題ない。エンブレム無断使用の放射能グリーンポスターは問題あり、がネットで話題。内容はこちら。国際オリンピック委員会 IOC が旭日旗と放射能グリーンポスターについて見解を述べたようです。では、記事の一部を引用しご紹介いたします。国際オリンピック委員会 IOC は2020年の東京オリンピックの時、日本人が旭日旗応援を繰り広げる問題が発生した場合、状況ごとに判断するという従来の立場を固守しているとサイバー外交使節団バンクは5日伝えた。また、バンクが放射能オリンピックになることができると警告のメッセージに風刺して作ったポスターと関連した立場も表明した。バンクがオリンピックエンブレムを無断で使用して政治的なメッセージを投げることは正しくない。今後このような行為をしてはいけないと警告した。バンクはこれに反発し、公益的な目的のために作成されたパロディーポスターを問題視するよりも、東京オリンピックが放射能オリンピックになることを懸念している世界の人々の声に耳を傾けなければならないと抗議した。旭日旗は歴史的にも問題ない。オリンピックエンブレム無断使用は問題あり。ただただ IOC の当然の答えです。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。そらそうや。五輪マークを使うのに企業がなんぼ払ってると思っとんねん。しかも政治的悪ふざけに使うなんて、オリンピック精神に違反してるやろ。まあ IOC は当然の答えを出したまでですね。次はこちら。予想はできたが、エンブレムは無断使用か、かっこ笑い。そもそも五輪のマーク、商標も IOC の許可なく使っちゃダメなんだよね。こんなこと普通に考えてわかるでしょうに。ねえ。次はこちら。まともな返答でよかった。予想通り無許可か。そして IOC よく言った。IOC の良識ある判断に感謝します。IOC の判断は、至極まっとうな判断です。ありがとうございます。次はこちら。防護服で参加してみろよ。日本側からすると、こう言いたくもなりますよね。最後はこちら。嬉しいけど、東京五輪あるんだろうか、この騒ぎで。どうでしょう。東京五輪がなくなるのは、さすがに日本としては痛手です。最悪でも、せめて延期にしてほしいものです。結論。韓国は放射能五輪ポスターを世界中に広めると豪語してましたが、今回の IOC の発表のおかげで、それもなくなるでしょう。しかし、平和の祭典オリンピックが無事に開催されることを切に願います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。